ロシアがウクライナへの侵略を開始してから1年8ヶ月目となった2023年10月6日、イギリス国防省が、ウクライナ軍が6月初旬から開始した反転攻勢の攻撃軸の一つであるウクライナ南部ザポリージャ州の戦線において、ロシア軍がこれまでに構築した防衛ラインに対して要塞などを追加することで強化を図っているとする分析結果を明らかにしたよ。そのイギリス国防省が明らかにした分析によると、ウクライナ軍がロボティネを8月に奪還した後、次の攻略目標としているザポリージャ州の交通の要衝トクマクだが、同国防省によるとそのトクマクに向かうルート上にロシア軍が塹壕をコンクリートで強化するなどして要塞化を進めているとしているな。またロボケネに近いオリヒウにおいてもロシア軍が地下にも掘り進められた防御陣地を構築して、それらをつなぐトンネルや塹壕なども掘られていることが確認されたというぜ。さて今回はロシア軍がザポリージャにおいて持久戦の構えを取っていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロボティネ近郊は8月末頃からウクライナ軍が攻勢を強めて奪還したとされていて、その際にロシア軍がトクマク防衛のために築いたとされる30の防衛ラインのうち、一番外側にあたる第1防衛ラインを突破し、ロボティネの西にあるベルボベ付近では第2防衛ラインも突破しようとする勢いを見せていたね。それまでロシア軍の防衛ラインは第1防衛ラインとその外側の地雷原などが頑強に作られていると見られていたが、第2および第3防衛ラインはそれに比べると脆弱なもので、ウクライナ軍の進撃速度が大幅にアップするのではないかと見られていたんだ。しかし、その予想に反してウクライナ軍の進軍の速度は上がらず、今回のロシア軍が強化を進めているとの分析が事実であるとするならば、この先雨季のぬかるみを経て冬を迎えることと相まって、さらに進撃速度が低下するのではないかとの見方が出始めているな。今回ロシア軍が新たに構築した防衛線は、第2防衛ラインと第3防衛ラインの間に構築されたとみられ、この先雨が降り始めて地面がぬかるむまでの間に、ウクライナ軍がそれらを突破してトクマクまで到達して奪還できるかが注目を集めているぜ。この戦線においてはこれまで、第2防衛ラインに到達するまでのわずか十数キロメートルを前進するために、ウクライナ軍は4ヶ月の時間を必要としたよ。それは、ロシア軍がこの地域を防衛するための戦力を第1防衛ラインとその外側に配置して頑強に抵抗をしてきたためであり、通常では考えられないほど高密度に地雷が敷き詰められた地雷原を、戦車や歩兵戦闘車などの装甲戦闘車両が通過できるようにするための処理に時間を要したためと見られているんだ。ロシア軍は死力を尽くして戦ったけど、陣地に守られて防御している割には戦力を大きく消耗し、ウクライナ軍の前進の速度を遅らせることはできているものの、止めるまでには至っていないね。また、ウクライナ軍がアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国から供与された。長射程のロケット弾や榴弾砲弾に空対地ミサイルによって、砲兵陣地や後方兵站施設に補給路を攻撃されたことによって、榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースを多数破壊され、弾薬の補給を断たれたことによってウクライナ軍への砲撃が大きく減少しているぜ。その一方でウクライナ軍は、アメリカから供与されたクラスター弾をロシア軍の防御陣地の塹壕攻撃に使いその効果が出ているほか、バイデン大統領がウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領との会談によって、ウクライナ軍においてロシア軍の後方兵站を狙う長距離射撃を実施している、高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などのマースから発射可能な射程距離 300km とされる、地対地ミサイルアーミータクティカルミサイルシステムエイタクムスの提供を決断したとの旨の発表があったな。ウクライナ軍はこれまで MLRS から発射する GPS 誘導の長射程ロケット弾 M31 などによってロシア軍の後方兵站を攻撃してきたが、これらの G マース射程 90km であり後方への攻撃に猶予したロシア軍が弾薬庫などの施設をより後方に設置するなどの対策を取ったため、攻撃の効果が薄れていたんだ。それが射程 300km のエイタクムス兵器の供与により、
ウクライナ軍はより後方まで場合によってはロシア本土深く攻撃することが可能となるため、ロシア軍の兵站がさらに混乱して弾薬などが欠乏することが想定され、ウクライナ軍の進撃速度はさらに速くなる可能性が高くなると見られているみたい。今回の反転攻勢におけるザポリージャ州の攻撃軸に投入された部隊の最終的な目標はトクマクではなく、さらにその南にあってアゾフ海に近い要衝であるメリトポリの奪還であるというのは周知の事実だよね。ロボティネを奪還したウクライナ軍は、NATO 諸国から供与されたドイツ製のレオパルトにやイギリス製のチャレンジャー2などの新型戦車や、ドイツ製のマルダー歩兵戦闘車やアメリカ製のストライカー装甲兵員輸送車などが配備されたウクライナ空中機動軍空挺軍の、第82独立空中強襲旅団と第46独立空中強襲旅団に加えて、ウクライナ陸軍の第47独立機械化旅団などで編成された第9軍団であるが、同軍団がここからどのように進撃していくかが注目されているんだ。第9軍団がメリトポリを目指すには大きく分けて3つの進撃ルートが考えられるな。まず1つはロボティネの西、ベルボベを奪還してそこを足がかりにしつつ第3防衛ラインを目指すルートで、今回増築されたと言われている第 2.5 のラインがどこに構築されたから不明ながらも、おそらくはそれを迂回しつつ第3防衛ラインに迫る最短ルートとされ、現在第9軍団がベルボベ方面に注力していることからもこのルートを取る可能性が高いと見られているぜ。二つ目のルートはロボティネからその南のノボプロコピフカを奪還して、その後方にある第2防衛ラインを破った上でさらに東に方向を変えて進撃し、トクマクを迂回してメリトポリに到達するルートであるが、この場合ロシア軍の防御陣地や部隊配置が薄い箇所を通過してメリトポリに早く到達できる可能性があるものの、トクマクを中心に展開しているロシア軍部隊やヘルソン州に展開しているロシア軍などから脇腹を突かれ補給路を断たれる恐れがあるらしい。そして三つ目のルートはロボティネからノボプロコピフカを経て、幹線道路 T408 沿いに南下し、第2防衛ラインと第3防衛ラインを正面突破してトクマクを奪還するもので、ロシア軍が防備を固めていることで注目を集めているトクマクを奪還したという宣伝効果は期待できるものの、塹壕に立てこもって待ち構えているロシア軍を排除するにはかなりの時間を費やすことと、ウクライナ軍にも多大な損害が生じる可能性を否定できず、トクマクを奪還したとしてもその先の本来の目標であるメリトポリの奪還は年内には不可能となるだろうと見られているな。このように考えるとウクライナ軍第9軍団は、ベルボベからロシア軍の防衛ラインを迂回しつつトクマクの西を迂回して、アゾフ海に出てメリトポリ奪還を目指すルートを取る可能性が高いとの見方が出ており、その北方のドネツク州の南においてウクライナ海軍歩兵4個旅団がベルジャンシクを目指して進軍していることと考え合わせると、迂回したトクマクに対してはこもっているロシア軍が動けない程度の兵力を残して退治させておき、一気にメリトポリを奪還することでロシア本土からアゾフ海沿いにドネツク州ザポリージャ州ヘルソン州を経てクリミア半島につながる、いわゆる陸の回廊を遮断してクリミア半島のロシア軍を孤立させる計画を、ウクライナ軍が2023年内に達成することが可能になるとする見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。